また砂嵐か。最近は一体どうなってるんだ。おーい、そこの方々、こっちです。早くこっちに避難を。誰かが呼んでるぞ。風が強すぎる。キャンディスの声か。おい、教練員の奴らは脳みそが使えないのか。早く行くぞ。そう騒ぐな。空間に押し込められてるなんて、なあ、オイラも飛べなくなるくらい空気が重いぞ。すみません、皆さん。ここはこのアール村の村長の家です。砂嵐が過ぎるまではここでしのいでいただくしかありません。自己紹介をさせてください。私はキャンディス、アール村のガーディアンです。やっと助っ人が来たぞ。オイラはパイモン、会えて嬉しいぞ。災いを前にした時、助け合うのは当然のことです。どうかお気に。わあ、このお姉さんすっごく優しいな。本当。さて、挨拶はこの辺にして、後のガーディアンとして村に影響がないことを確認するためにも、実は砂嵐がやってくる前から遠くであなた方の衝突を見、しかし今あなた方はアール村にいます。脅威を排除するのが私の責務。どうか率直にしっかりと話し合ってください。お互いへの敵、この屋根の下でもしまだ争おうとする者がいるなら、砂嵐の中の獣たちにもて。おいら宣言撤回する。あなたも例外ではありませんからね、ディシア。お返事は？わかったよ、キャンディス。いいでしょう。では。